はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。昨日まで結構すみれ組さんお休みが多くって、本当に1日17人とか15人とかで過ごすことが多かったんですけれど、まあ、今日は、まあ、お休みのお友達もいたんですけれど、少しずつ人数が増えていって、朝ちょっと遅く出勤してお部屋の近くまで来たら、子どもたちから気づいて、あ、柏村先生だって声をかけてくれて、今日は自分で準備したんだよっていう風に声をかけてくれて、こうだんだんと年中さんに向けての意識が芽生えてきたのかなって思うんですけれど、3学期に入ってから自分で朝の身支度頑張ってやってみようねっていう風に子どもたちとお話しして、それを自分たちでしっかり実践している姿を見てとっても嬉しかったです。で、今日はもうすぐ節分があるということで、あの鬼の冠を作っていきました。で、こう作って頭に、子供たちの頭にかぶせたら、お友達とこう見せ合いっこしながら、なんか、その冠めっちゃ濃いねとか、なんか可愛いって、お友達同士でこう和気あいあいとそんな会話をしながら楽しく過ごすことができている様子を見られてとても嬉しかったです。で、そしてあの今日帰りの お帰りの時に、あの木曜日はスープパーティーがあるから、今日今から先生お買い物行ってくるんだって言って、なんかこの間なんかお野菜の話をしたんですね。このスープパーティーでどんな野菜入れるんだよっていうお話をしたことがあって、どんな野菜か覚えてるかなっていうふうにお話ししたら、キノコ、キノコはしっかり出てきたんですけど、他のお野菜どんなのあったっけって言ったら、白菜って答えなんですね。確かに葉物野菜なんですけど、あ、白菜じゃなくってって、大きくってってお話をして、まあでもうーんってみんな考えて、まあ、最初の頭文字ですね、キャって言ったら、まあ、みんな大きな声でキャベツって言ったりとか、いろんなお野菜、子供たちも最近お野菜に関心が出てきて、全然入れないんですけれど、さつまいもってかぼちゃって、まあ、なんですかね、いろんな野菜に興味を持って、給食の時もいろんなお野菜に挑戦している姿があるので、そうやって、まあ、スープパーティーなどを通して、もっともっとお野菜も好きになってもらえたらなって思えた一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。